今日はですね、金沢漁港の佐田彦丸さん、ビシアジ、130号のビシアジ釣りで、乗りました、あと10分ほどで出船だと思うんですけど、今日はあの栗原君が一緒です。初釣りということで、はい、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、もうあとちょっとで出船ですね。横須賀方面行くとか言ってちょっと走るそうですけどね。午前中天気いいです、ちょっと北風ちょっと吹いてますけど大したことないと。昼ぐらいにはなんか南西が、ちょっと吹く強く吹くらしいですけど、その前にはもう港に上がるんで半日船なので、どうなりますか。130号の寿司と、イワシミキですね、小型電動リールと、ビシアジオのサムです。今日は土曜日なんですけど寒いためか、お客さんあんまり多くないです、ねはい、寒いからお客さん多くないってこともそうですね。天気いいんだけどね、明日は天気悪くなるみたいだから、どうなるんだろう。今日はいい天気ですね。ね、そう、いいことです。どうなりますか、楽しみです。時計の針は9時50分になってますけどね、朝一番1匹、大きいのが、30センチぐらいで来ましたけど、それ以降はもうなんかちょっとまあ小ぶりなんですけど、当たりもはっきりわからないというよりも弱々しくて食いが渋い、浅いというか、うん、で巻き上げてくるとバレてるケースも結構あったりとかして、まあ当たりの数は少ないことは間違いないですけど、で今こっち右舷の方がちょっと日陰になってるので寒いです。いやー参りましたね。いや渋いですよ、これはでかいです。朝1匹目はでかかったんですけど、それ以降は大して大きくないです。残念です。まだちょっと、頑張ります。11時10分15分ぐらいかな、起き上がり。まだちょっと時間ありますね。今ちょっとお祭りしながら上がってきたんですけど、割といい方が上がりました。10時10分ぐらいですね。もうあと50分ぐらいで起き上がれる。君の最後、最後だって、もう残り5分ないと思うんで、かかってるようですけどね。どうでしょうと言ってる間に私のサウナに来たいなと。最後の最後になってなんかやっとビシアジ釣りらしくなった感じなんですけど、まあ型のいいのはそんなに多くはないですけど、2、3匹2匹ぐらいか、まあ20センチから22センチぐらいのやつがレギュラーサイズかなと思いますけど、さあどうでしょう。はい、それでは時間になりましたので、上がらせてもらいます。お疲れ様でした。ですね、港の前で方言材11時に起き上がりでしたね。今港の、駐車場の近くの岸壁に来て、帰り自宅なんですけど、結局ですね、12匹かな。後半なんとか、これが小さい方かな。一番大きいのやつかこれかな。これが朝一で釣れた8時25分ぐらいに一発目かかったやつかな。これがバリバリ来るかなと思ったら大間違いで、当たりも少なく厳しいあれでした。船長の話では 10.5 度、水温 10.5 度、昨日は結構良かったんですけどね、同じところでやったんだけどダメでしたね、あの食いしぶりでしたねっていう結論でした。まあこれくらい釣れれば晩酌のあれとかおかず十分ですね。刺身、たたき、塩焼き、楽しみです。